どうもお疲れ様です。先ほどの、令和1年の10月23日の途中続きなんですけど、いつもね動画がね途中で途切れちゃったりするんだけど、それはヨーロッパのね映画みたいにね余韻があってね、まあそれはそれでいいと思うんだけどね。僕はね今日はこういうこの帽子を使ったんだけど、これ畑を歩き回ってたら蜘蛛の巣だらけになっちゃって、面白いですね。汚いとかねいろんな表現ができるし、そういうのはいいと思うんだけどね。で我が家でもねマヨネーズも使いますよ。マヨネーズっていうのはこうね母乳みたいにね時には人を救ってくれるものだと思うんですよ。母乳も自分の母親が悪いと悪い作用をしますよとか病気になりますよとか、親がね例えばエイズだったとか、田舎に住んでるとねそういう人は少ないんだけど、なんかいろんなね病気を持ってたり心が悪いと、それが受け継がれるから、ある意味ダメなんだけどね。でもねマヨネーズっていうのはね本当にね母乳みたいにね人をね、人だってほらまだ何百歳くらいしか生きてない人たちは赤ちゃんみたいなもんなんですよ本当は。でその人たちがねなんかこう寂しくなった時にマヨネーズを、摂取したら安心したとか、もし早死にしてもですよ、ほら油が多すぎたとか塩分が多すぎたとか酢が多すぎたとか、卵が多すぎた黄身が多すぎたとかね、でそんなのね問題にしてる人たちがいるけど、そんなことを問題にして怖い目で見てねマヨネーズを摂取するのは良くないとかいうのはねもっと毒だと思うんですよね。マヨネーズはね人の心をね、まろやかにしてくれるって僕は思ってるんですけどね、信じてない人はね、しょうがないけど、マヨネーズがいいっていう人に対してマヨネーズはダメですなんて怒ったら怒られてる人は早死にするしね損を してるんですよ。別に悪いものではないからね。だからねあまりね自分のストレス発散で人を制御するとかこう操るようなねことはしない方がいいと思うんですよね。いやたまにはねやってもいいかもしれないけど相手を選んだ方がいいと思うんですよね。ほらポイントってあるでしょ。例えばその柿をいじめるとする、だけど柿が10回叩いても耐える力があったら、じゃあ5回くらい叩こうとかみんなで考えながら叩けばいい。だけどその柿とか例えばねこう人参でも何でもいいんですけど、ナスでもいいんです、こう多分ね分かってる人は分かるんだけど10回叩くとこのナスは破損してぶっ壊れちゃうって分かってる人はいいんだけど、10回叩くともうそれ以上ダメっていう時に12回とか叩くとそのナスはせっかく生まれてきたのにもう痛めつけられちゃって食べることもできない
とかね、うん、こう生まれてきたのに役目を果たさない、うん、まあナスくらいじゃ、まあ、いいんですけどね、あのシードの濃さで言ったら、うん、まあ濃さで言ったらそんなにね濃いものではないからね、それはだけどみんなありがたいなって思う。シードにも濃さがあってね、まあ僕が勝手にそんなこと言っちゃいけないんだけど、こう魚とか、魚っていうのはなんでありがたいのかなって思ったら、こう痛みを感じる、こうなんだっけ、ほら痛みをね感じる神経っていうのがわざとないように作られてるんですよね。痛みを感じなくても、うん、生きてるんだけど、まあ危ないものが、こう危険なものが迫ったら逃げるっていう、うん、機械的なものは備わってるけど、だからこう魚っていうのはね痛みを感じないようにわざとできてるんですよ。ということはありがたいことですよ。うん、痛みをねあまり感じないっていうことはね、もしこう取って食べるときにあまりね神経質の人がね痛いのに取られて、僕たち私たち食べるけど、うん、かわいそうだなとか思わないように、うん、それで食べるためにあるんですよね、実は魚は。食べなくてもいいんですよ。食べなければ卵を産んでまた子孫を作って、増えて、草のようにねまた生えてくるんだけどね、魚たちはね。でも本当に感じるのはね、こう魚っていうのはね、シシャモでもサンマとかでもそうだけど、うん、人が食べてもいいっていうね、うん、許された生命体、うん、困った時にこれ食べてもいいよっていうね、うん、食べなくてもいいんですよ。だけど困ったらそれ取って食べてもいいよっていうね、そこがね、うん、本当にねありがたいことだなって思うんですよね。で痛みを感じなくって食べられてることも感じない、うん、ほいで植物だってそうなんですよね。例えばね、腹が減っちゃって、これクローバーが生えてたからクローバーの葉っぱをじゃあ蒸して食べましたとか、うん、その時に悲鳴とかが起きたら、ちょっとね心が弱い人はね、かわいそうとか思って食べなくて、自分の方がかわいそうなんだけど食べなくなっちゃって、うん、躊躇しちゃってねダメだけど、うん、でね、世の中じゃないけど、世の中っていうとこう人間の世界のように聞こえちゃうけど、宇宙というのは本当にうまくできてるなって思いますよね。みんなもそういう風に、感じるとところがね、時が来ると思うんだけど、うん、すでに分かってる人もいるし、うん、うまくできてますよね。うん、だね、そういうことはね、うん、素晴らしいことだと僕は思いますね。今ね、僕を産んでくれた母親が、お家じゃなくて何こうキッチンの席についてね、いじけてたんですけどね、いじけていろいろ考え事をしてたらしいんだけど、今前戻ってきて僕は安心しましたね。うん、同じ生命体なのでね、うん、まあそんなことで、また続きは次回、いつか、うん、配信
っていうかこうやっていこうと思うので、うん、今日もね、うん、お疲れ様です。